Get funky. The music. Pop the music.ただいま番組では電話とファックスによるリクエストを受け付けています。今すぐ聞きたい曲にリクエストを添えて、電話は06809-8000番、ファックスは06809-9000番まで送ってください。リクエストをいただいた方の中から、抽選でお一人の方に東京ディズニーランドペアをご招待、同じくお一人の方にボストンアコースティックジャパン全天候型スピーカーランアバウト1をオリジナル、なんだこれはごめん、そのランアバウト1をで1回切るんだよ。何名様、これが1名、うん、1名様、そしてオリジナルガンボラジオを3名、そしてオリジナルガンボ T シャツを5名の方にプレゼントします。欲しいプレゼントを書くかオペレーターに伝えてください。あなたのホットなリクエスト&メッセージをお待ちしています。受付は11時30分までです。かわいいよ今ですね、かわいいよやっぱり。水野真紀さんですかの、ファックスがですねこの人名前雑誌の名前読んですかね、リサさんっていう方からね、ファックスでほら桜井君が水野真紀って言って分かんないって言ったからね、送ってくれたの、真紀さんのお写真で、顔、あの指で顔のところなぜちゃったりしてますからね美しいな。いや僕分かりました。でも分かった、うんうん、でも渡辺真理がいいんでしょ。でも嫌いじゃないですよ。だダメよ僕の何言ってんの僕の真理さんに、真理さんに真理さんあげる、真理さんあげる、うん、はい、ちょっといただきますところで何のコーナーだっけところで、続いてはですね、うん、ポップザミュージック、その傾向と対策のコーナーというの、傾向と弥生じゃなくてよかったよねすいませんあれなんかだってさ、普通さこうやって東京からさあのタレントさんが来て喋ってんだよ、はいはい、でギャグ言ったらさ嘘でもいいから笑うよねだみんな仕事黙々と仕事しながら首だけかしげがかかってちょっとあんたたち飛行機乗ってきたんだからすいませんでした。さてはい、今日はですね何するんだっけいやポップザミュージックですよね、今まで作ってきた、うん、曲ができましてですね、あのね、これも何いいよいやいやいいですよ先週ね、あのファックスで呼んだけよ桜井くんと菅さんで何を話していただきたいか、はいはい、でやっぱこのコーナーに関することもいくつかあってね、寝屋川市のりさちゃん18歳の方はね、うん、今までずっとキーボードで作曲していましたが、はい、桜井さんはギタリストなのではないんですか。そうです、そうだよね、そうです。今後ギターで作曲するなんてことはないんですか。どうですか、ギターの方がやっぱりやりやすい、こうパーッとなんとなく曲作っていくの。そうですね、やっぱその方が手慣れた楽器の方がやりやすいよね、うん、じゃあこの前の曲のあのほらピアノのジャンジンジャンガジャンっていうのは結構必死で必死も必死も何回も何回も取り直して、あそう全然でも普通に軽く弾ける人みたいな音になってたけどねで今後ちょっとギターでやるのも考えないとね。やりましょう。じゃあやっぱり菅さんのギターソロっていうのが、俺のギターさっき聞いただろうけどすごいよなかなかなんていうんですか一つの弦だけチューニングが狂ってるのか分かんないんですけど。違う、あれ違うんですか、あのギターソロは、うん、いやあれっていうのはそれはさっきね、うん、僕のデモテープをちょっと持ってきたやつ聞いてて、その俺が入れてるギターソロのことなんだけどじゃあ俺ほらあのトランスポーズっていう便利なことが今のキーボードにあるじゃない、はい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 、ね、だから例えばほら C で曲作るとするじゃん、うん、頭の中でイメージで、はいはい、でさ曲ができた、繋がったと思って録音しようかなと思って自分の声の高さと合わせてみると、あ A だよ C じゃ無理だと思うじゃん、はいはいはい、すると面倒くさいからトランスポーズで、うん、トランスポーズの設定だけ変えて、はいはい、C を弾く形で A を出るのね、はいはいはい、これちょっと聞いてる人難しいかもしれないけど、うん、だからギターソロも C で練習してたんだだからA にするとまためんどくさいでしょ、うん、だからギターのチューニングを全部3度下げたのくー、だからちょっとやるとすごい変わるんだよ。あ
なるほど。何の言い訳にもなってないし聞いてる人何も分かりませんが。ねえ、聞いてみましょうか。聞いてみます。違う、その今回のあのミュージックのよ。俺はどこ、俺何の親父なんだろう俺は。そう、今までっていうかまだ、この今日の放送5回目ですか。ポップザミュージックに関しては何回やってんだろう桜井くんは。うん、ですね。いや今日やってないからですね。どう、いや大変ですよ。でだから初っ端の僕良かったんですよ。あ、最先いいな、これメロディーいいなできたみたいな。ラリラリラリってやつね。うん、で次ですよ、カンさんがあの B メロを作ってきた時に、うん、あの霧の悪いところで終わってて、うん、参ったとか思ってもう悩みまくってですね、うん、あれは霧が悪かったんだ。あのじゃなかったですか途中。だってほら例えば一個一個を完結させるとさ、うん、すごい団子の曲になるじゃない。あ、はい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 、だからメロディーを途中で切ってなんかそっから拾い上げるとかっていうのも過去にずっとやってきたんだよ俺は。村田さんや牧原と。そうか、うん、それでね、うん、悪戦苦闘で、うんうん、でも多分すぐ慣れるよね。うん、すぐ慣れる。とてもバリエーションが、これはアルバム聴いてる人は分かると思うけどすごいあるからね、メロディーのバリエーションもね。うん、うん、そう、ね、もう一個、この質問、ポップザミュージックの、どれこれ2つ、うん、ポップザミュージックのこれはね、堤俊恵さんっていう方からいただいています。19歳、はい、あ、女子大生だ、これ女子大生の女子が好きっていう字に見えたんだ。好き大生。ポップザミュージックのメロディー作りの、裏側、お二人のポップザミュージックの1曲目が始まったわけですが、どうやってメロディーを作っていくのかという、裏話をしてください。うん、母さんどうやって作るんですか曲。ピアノ。ポップザミュージックに関してはもうただその 来ていきなりだよ。いきなりだから今回の場合最初作ったでしょ。うん、うん、最初作って、B メロ作って、その次が確かすごく上の方に行ったんだよ。キーがもう行き場をなくして、そんな高いとこ行ってどうするつもりなんだって。吉川晃司のデビューコンサートじゃないんだみたいな、そんなさ、なんかやたらさ高いとこ行っちゃってさ。それでだからその次の週っていうのはとにかく俺はもう冷凍下げに入ったわけですよね。コードいじっていじって下ろして、だからメロディー作りっていうのもあるけど、そういうのもあるよね、うん、あのどういう風に持っていくためにコードをこっちにしようとかさ。、うん、それでもあの普段作る時って、うん、あの何ですかね、一生懸命ギターに向かって曲を浮かべるとかじゃないんですよ。なんか急に浮かんでくる方が多いから、別にその楽器持ってなくてもね、うん、他のことしててもね。だからいざこうやってなんか楽器があってやるぞってなると、うん、出にくいっすね。それはよく受験生があの勉強しようと思って、よし今日は勉強するぞったら急に部屋片付けちゃうみたいな。ねえ、そういうもんだよね。でもね、うん、そうなんです。はい、じゃあ先週までの、うん、ところ聞いてみましょうか。人の涙
departure gate Take us ように響く繰り返す雨を なかなかいい感じだよね。霜なんかいい感じですね。霜いいね。だからさ、どうなってんだっけ、人の波すり抜け午前9時のデパーチャーゲート吹かすように響く繰り返すアナウンス、そうあれは5月の、だからまだ誰これが誰がどういう形で、どういう状況で出発するかまだ決まってないんで、どっちが旅立っていくのか、男と女ならば。でもデパーチャーゲートだから、やっぱあくまで国際線にしてほしいよね。そのこれでなんか中途半端になんかさ、温泉行くんじゃなくてさ、やっぱりこうもうちょっとしばらく何年か会えない系の外国にしてほしいよね。どう飛行機は。飛行機はですね、飛行機の話と全部そうよし、で次はだからさ、あ俺の週だ、あそうだ、じゃあここはいつもの順番通り行けば僕なんだけど、菅さんが2週続けて歌うと。そうだね、うん、だからどういう、桜井君としてはどういう方向にしたい、この歌詞を。全然考えてなかったんですけどね、でもこうあんまり別れ別れつうよりも、最終的にはどっかこう明るい未来が待ち受けててほしいなっつうか、まあ、ハッピーエンドじゃないまでも、まあ、きっときっと帰ってくるかなみたいな。そう、そういう系がいいかななんて思ってたんですけどね、俺なんか重い事情が欲しいな。重い事情、そう途中 Bメロあたりで、もう Bメロか、そうかそうか。なんかほら例えばいくらさ、もうみんな豊かになってさ、ね、ロサンゼルスが10万円で行けるようになったとしてもだよ、ねえ、女子大生が卒業旅行にパリ行ったのなんて言ってたとしてもだよ、なんかそんな簡単なことではない、なんかこうもう距離や金額には換算できない遠い距離をここに俺は置きたい方なんだよな。まあいろいろそういう2人の意見も含む、でも詩を書くのはラジオ聴いてるあなたですみたいなね、でもみんな上手いですよね、上手い人いるし、とんでもない人はとんでもない人でそれなりにいるんですけども、ね、感心します。空耳人って来てるでしょ、はい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 、あいつすごいよね、すごい、すごい世界を持ってるよね、ですから、ね、どんどん皆さんの発想、自由な発想で歌詞を送っていただきたいです。まあ選ぶの僕らなんですけどね。はい、来週に向けて歌詞を募集する部分を聞いてください。ラララララララ、はい、今までのじゃあ歌詞を言いましょうか、もう一回、人の波すり抜け、午前9時のデパーチャーゲート、急かすように響く繰り返すアナウンス、そうあれは5月の雨の週末と、この後にタララ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 ラっていうこのララのロングトーンに何をのっけるかだね。いよいよでも何か具体的なのは分かりたいですね。ただ、ね、のロングトーンにちょっとビシッと乗せてほしいね、
これでなんかねえ松山なんて言うとちょっと違うんじゃないかみたいになっちゃうしね。うん、まあそんなわけで、はい、ね、いいやつを皆さん書いてきてください。うん、以上ポップドミュージック傾向と対策のコーナーでした。問題です。次に挙げるものの共通点を当ててください。マウンテンバイク、野球のバット、コンピュータのハードディスク、新幹線のぞみ号、ビール缶。わかった、どれもコベルコのアルミが使われている。私の声があなたに。コベルコのアルミは皆様の生活のさまざまなところでお役に立っています。あそこにもアルミ、ここにもアルミ、アルミもコベルコ、神戸製鋼です。最近私はプロミスリングをつけました。プロミスリングは腕から自然に切れた時、自分の夢が叶うんです。私すごく自分の夢に前向きです。 Your dream comes true. 夏期講習申し込み受付中。ハワイ塾。6月5日日曜日の深夜、三沢ランドプレゼンツラッティージャマイカスペシャルウィーク、ラストのラストはザ・ブームのミヤちゃんのお言葉があるぞ。素晴らしい30分間お相手は私ランキンタクシービッグアップ。皆様方、安さ目白押し、アルペンのザ・決算がさらにパワーアップ。ゴルフセットお買い上げの方はゴルフ用品全品が T1 本からゴルフウェアまで、どれでも店内販売価格よりさらに 20% オフ。ゴルフニューボール2ダースお買い上げの方には2ダース目は販売価格のなんと半額。超お値打ち価格の商品に加えてさらにパワーアップした。アルペンザ・決算6月31日まで開催中。アルペンバンキースタジオ802ミュージックガンバ FM 802 5th Funky Anniversary Funky Anniversary Artist Quiz Break。 1週間で802名にスーパースペシャルなプレゼントが当たるファンキー 802 5th Anniversary Special Week。 さて、このアーティストクイズブレイクは FM802、全番組共通の企画です。各番組のプレゼントとですね、応募方法やプレゼント内容も違いますので注意してください。そんなわけで、リスナーの皆さんにとってはですね、プレゼント獲得のダブルチャンスというわけで、おーセトリビアン。アーティストクイズブレイク、ビッグなプレゼントがいっぱいあるのですがですね、ちょっと、紹介しておきます。HIS より、香港、往復航空券、そして富士通10、カーテレビシステム α8000AV、その他たくさんのプレゼントが用意されています。ではこれからですね、ビッグなアーティストが802にちなんだクイズを出題しますので、忘れないようにその答えをメモしておいてください。メモ。1週間のスペシャルウィークで合計約60回のクイズが出題されます。そのうち3問の答えとクイズ番号をハガキに書いて送ってください。ではクイズ番号53番のアーティスト、牧原紀之さんの登場です。50年おめでとうございます。牧原紀之です。ミュージックガンボも50年ですか、ということがすごいですね。ついこの間まで私も、生徒としてお邪魔してたんですけども、この間卒業してしまいました。ね、皆さん、牧原ともどもミュージックガンボもよろしくね、ということで、あまり長く喋るとですね、名残惜しくなってしまいますので、ここで早速アニバーサリーウィークスペシャル企画のアーティストクイズブレイク、これです。これは私からの問題です。問題、FM802 の夜10時からのプログラム、ミュージックガンボ、担当 DJ は何人でしょうか。これ意外と引っ掛けがあります。1週間だからといって安易に7人にしてしまうとダメなんですね。大きなヒントが出てしまいました。選んでください。1番8人、2番1人ね、なわけねえだろという声が、ツッコミが見えますが、そして3番24人、何時間番組やと
ということで、ぜひですね正解を書いて送っていただきたいと思います。それではですね、問題を言ったところで私は帰らせていただきます。槙原敬之でした。またお会いしましょう。はい、相変わらず爽やかにすっとぼけております槙原です。槙原敬之君からのクイズいかがでしたでしょうか。では応募方法です。はがきに、全部で3問のクイズ番号とそしてクイズの答えを書いて、住所、氏名、年齢、職業、電話番号も必ず書いてください。郵便番号 530-80FM802 アーティストクイズブレイク係まで送ってください。イエーとかなんか言うんですね。送ってください。ね、ね、問題もう一度繰り返しますと、はい、FM802 の夜10時からのプログラム、ミュージックガンボの担当 DJ は一体全部で何人でございましょうか。ね、僕も7人だと思いました。ね、引っ掛け問題。ね、うん、よくあります。1番8人。ね、2番1人。3番24人。24人ってなんだろうね。まあいいや。ね、クイズの答えがもし分かった方はどんどん送ってくださいね。締め切りは6月7日火曜日の消印の分まで有効とさせていただきます。発表は6月10日金曜日、フライデーアンミュージックアイランズと、アイランズより、フライデーミュージックアイランズより各番組で行っていきますのでお楽しみ。1週間にわたって約60回行われましたアーティストクイズブレイクはこのミュージックガンボで終了とさせていただきます。あ、そうですか。それではその牧原のりゆきくんのニューシングル誰なんですか。かっこいいよねこれ。いや、このねミュージックガンボーサンデーのねございます区長はこれ牧原から発祥したんだけどね、どんどん受け継いでいかないといけないのでございます。そうなんですか。はい、わかりました。というわけで、牧原のりゆきくんのニューシングル2つの願いを聞いていただきましょうでございます。それは秘蔵テープちょっとカタカナを読み間違えた、はい、ね、秘蔵テープを聞かせる時間だよねもうね。はいはい、うん、デモテープ、デモテープだ。何何いやいやいや、その静かに入ってるのやめてくれ。あくまでこう楽しいって楽しい放送にしようと俺努力してるんだ、はい、静かに入ってるわ。で、はい、そのデモテープなんですけども、うん、まずはカズさんのテープなんですけども、うん、どんな風に自宅デモテープってどういう風に作ってる。自宅でデモテープはですね、最近は全部何でしたか、コンピューターで打ち込みで打ち込んで8チャンネルの8チャンネルのテープで MTR カセットのね、うん、8チャンネルっていうのはこれ聞いてる人分かるのかな。あのね、例えばね普通のカセットテープっていうのは、うん、ステレオでしょ。はいはい、ね、だからカセットテープのテープの面が実は、4つの帯に分かれてんだよね。4つのコースに分かれてるの、うん、コースっていうかそのテープの面がね。で両ほら A 面 B 面あるから、はいはい、ステレオステレオで4コースなわけね、うん、あ、はいはいはい、ね、それで僕らが使ってる MTR っていうのはこの僕のは4チャンネルだから、うん、同じように4つのコースに分かれてんの。だけど AB 面ないの、もう一方通行だから、はいはいはい、だから一度に4
4トラックあるわけよ。わかるかな。だから桜井くんが使ってる MTR、8チャンネルっていうのはこの同じカセットテープが8コースに分かれた。はいはい。ねえ、うん、第1のコースドラムくんみたいな第2のコースベースくんみたいな、こういう感じで8種類の音を入れて、分かりやすいなやれるわけよこれね。でもね、聞いてる人でも分かるよね。今のでもバッチリじゃないですか。そうだよね、うん、そういうことだから、僕のは4チャンネルだから4個の楽器までしか、まあ、単純計算、本当は今ちょっとコンピューターでいろいろもう音源をどうやってステレオでっていうから本当は違うんだけど、うん、単純に言って4個の音しか入れられないわけよ。だから僕はやればやるほどいわゆるダビングを重ねないといけないから音質がすごく悪くなっていく、うん、その点桜井くんの発音はすごいよ。でも全部もうベースとかも弾いてるんですか？うん、俺はもうリズムマシーンはほらなんていうの、俺ねアマチュアの時からずっと同じ機材なの、うん、十何年、はいはい、だヤマハの RX っていうさやつとそれでもう聞いてる人わけわかんない話になっちゃう。うん、今時使ってる人いないよヤマハの RX11。僕もわかんないですよね。あのね、とにかくもう簡単なやつよ、うん、それとだからベースもシンセも全部あれ DX7。 ああ、はいはい。何でやって、ギターで、リズムは、リズムはヤマハの RY39 っていうやつなんですけどね。もう最近の色音源もいっぱい入ったやつだよね、はいはいはい、うん、うん。でベースは、ベースは自分で手で弾いてるんだ。弾いてる時もあるしシンセでやる時もある。それは曲によって。そうですね。あ、ベース自分で弾くのいいね。ねえ、あ、じゃあ持ってるんだベースも。ベースは借りてくるんですよでも手を取るとき。あ、そう。母さんでもギター弾けるんですか？俺のギターはすごいよすごい何を聞くの？あ、そう、俺のギターはいいって。あ、そう、分かった。早い、やけるじゃん。というわけの、僕の、デモテープ、俺はカセットでね、ちょっと FM802 にしては多少音質が悪い放送になってこの数分間はすいませんけれども、何書きようかいろいろ迷ったんだけど、うん、結構僕のって自宅でほぼ自分のアレンジってできちゃうから、はいはい、逆に言うと音質はもちろん本ちゃんと変わるけど、うん、やってるフレーズとかってほぼ同じなのね、はいはいはい、そういう意味で、ちょっとかなり最終出来上がり作品と自宅の僕のデモテープにちょっとギャップがあるこの作品を選んでみましたんで聴いてください。
1990年に発表されました今井美樹さんのアルバムルートゥルの中に入れさせていただきました。アレンジが、佐藤淳さん、ね、ですからデモテープとかなり変わっておりますけども、今井美樹さんで雨にキスの花束を。Okay.
って言ってな、こいつもう離れないから。思い出てないプロの ってきて、まあ、自分の曲のも聴いてもらいたかったんだけど、うんうん、これにしてみました。いかがですか。すごいのありましたよ。でもあの愛は勝つのデモテープとか、ね、愛は勝つのデモテープかっこよかったでしょかっこいい。あれ自宅で重ねたんだよコーラス、わーってさあ自宅ででも歌っても全然平気。あのね夜はやんない。夜はやんない。だから大体あの作って夜中とかほらヘッドホンでシンセサイザーものは録音できるでしょ、はいはい、それであの次の朝起きて歌い入れるとか、うん、でも朝でも苦情とか来ないですか。うん、昼に明るいうちは別に大丈夫。全然大丈夫。夜はちょっとね。だからほとんど俺デモテープって声が寝起きなのそう。あ、そう、どう、うちでどうやって歌ってる？あの、うちは割と平気なんですよ。あの実家なもんだから、うん、そんなにだからアパートとかじゃないから。あ、マンションとかじゃないんだ、うん、あ、なるほどね。それマンションとか、だからうちのメンバーとかギター弾くのもなんか苦情言われる。そうだよね、東京はね。そうなんですよ。じゃあ結構バンバン歌ってるんだ。バンバン、でも夜でも歌ってますよね、僕の場合。あ、そうね。で結構じゃあ家族は、家族はもうまた始まったぐらいのもんで、うん、全然文句言わないっていう。結構じゃあ高校、中学高校からそれがもうずっと続いてるっていうことだよねそうなんです。なるほどね、うん、さて、桜井君のデモテープですが、はい、今度はですね、うん、まあまず聞きますか。じゃあまず聞きましょう。まずは聞いてください、うん。Oh baby, baby, baby.
はい、かっこいいじゃん。俺もさ、でもさ、何これ全部自分で演奏してるんでしょ。そうです。俺はミスターチルドレンのアルバムは聴いてるよ。何、今日も俺は桜井くんに会うからバーサスを聴いたよ。ありがとうございます。でもどこにも入ってないね、この曲。どの曲のデモテープなの一体。いや、これはあの次のアルバムに、あざとらしい。なんか素直なコードだと。でも次のアルバムにこれ入れようかななんて思ってるんですよ。あ、じゃあ 何もなかったら次のアルバム、じゃあ歌詞も、もう歌詞もまあほぼこういうやらしい感じでいこうかなと。かっこいいよね、でもね。これとギターのリフ系って僕らなかったんですよ。だから今回はこうストーンズのようにこうギターのリフかな。なかったっけ。確かないはずですね。結構でもほら、今日もバーサス聞いてさ、なんだっけな、慎太郎かな。慎太郎なんだっけ、慎太郎だ。蜃気楼ってやつとかもほらベースのさ、はいはい、あれも、あ、こういうのもやっぱ楽器のフレーズから作ったのかなとか思って。あれもそうですね、ベースのリフから、リフから。俺ね、それがないのよ、ギターがすごく上手じゃない僕って。だからこうリフから作るっていうのがなくて、こういうズンギャーギャーチッギャーギャーから入るっていうのがいいよね。憧れるな、初の試み。かっこいいね。はい、アルバムいつなの。アルバムは9月の1日に出れればいいなと。9月ったら俺も24日誕生日だよ。すいませんでした。あ、24日。そう、うちのギターの田原と同じですね、誕生日で。あ、そう、うん、はい、まあそんなわけで、うん、以上、貴重なもん聞けたね。うんうん。本当に、そんなわけで、電話とですねファックスによるリクエスト受け付け、そしてプレゼントの、応募は11時半で締め切りました。たくさんのリクエストありがとうございました。友達でいいからなんて嫌。タムのニューシングル恋人じゃない、恋人じゃない。チャチャラって知ってる。スペイン語でおしゃべりっていう意味なの。オリジナル南欧風料理をみんなでワイワイ楽しんでね。梅田 DD ハウス地下1階南欧風居酒屋チャチャラをよろしく。パーティーのご予約も受付中。誰にも負けない自分になる。寸大は君の情熱に応えます。やる気を実力にする。寸大の夏期講習、お問い合わせは最寄りの寸大予備学校へ。毎日新聞は電話で音楽が聞けるニュースペーパー。ドリカム、ザード、ユーミン、チャギアスなどどこより早く噂の新報90局毎月1回発行のお得になってるぜ。毎日新聞お申し込みは0120468-0120 0120読むは毎日。胴上げ乾杯祝賀会、その後どうする。もちろん歌だよ歌。そう、僕たちの二次会はアメリカ村三角公園西隣イットビル、カラオケボックス、ブルートレイン USA、 ゲームセンターもあるよ。嬉しい時は腹の底から歌おう。やっぱりウーピーは癖になる。天使にラブソングを。お待たせしました、6月11日公開決定、ウーピーでハッピー天使にラブソングを2、全国東方洋画系で6月11日からいよいよロードショー公開。ミュージックガンバ、ミュージック
Music Gumbo with FM 802. FM 802. FM 802. 亀岡市藤本美由紀さん、伊丹市川崎一子さん、それからこれは何市ですか。これはね、淀川区だね。村井敦子さん他たくさんの方からリクエストいただきました。武蔵国でイノセントワーズ。黄昏の街の聖地、抱き合えたあの頃が目をかすめる感じな言葉が時に人を傷つけた。そして君はいないよ。僕のままで失礼の夢を抱えてどこまでも歩き続けてゆくよ。いいだろう Mr. Myself、 いつの日もこの胸に流れてるメロディー、軽やかに緩やかに仕事に残されていて。